木村館は、福島県郡山市西田町木村にあった、日本の城。追記の時期は、はっきりしないが、現在の郡山市西田町、木村付近の安土桃山時代の領主、木村越中守の居城として使われていた。発掘調査により、かつては八本の柱に支えられた櫓門などからなる、真姿門があったことが判明している。1583年。 木村越中守は、主の田村清明から、日本松市に寝返ろうとし、主に攻め滅ぼされた。この際に、娘の鶴姫が、阿武熊川に受水し、後に、この場所は、鶴小淵、または、七日淵と呼ばれるようになった。また、鶴姫の供養のために鶴小淵に沈められた金が、鶴姫の金として、市内木幾多の広下美事に伝わる。木村氏の滅亡後は、 田村氏の家臣橋本行部が入場し、この地を治めた。その後、橋本行部の主、田村氏が従う伊達政宗が、豊臣秀吉に従う際、忠誠を示すために、多くの城が破却され、木村館も同様に破却されたとみられる。万越自動車道の建設時の発掘で、平場35箇所、堀3本、土塁9本、 石垣13箇所などの遺構が見つかっているが、その後、工事により山の北側の遺構の一部が失われる。現在、本丸跡には木村神社が建っている。また、本丸周辺は古立山公園として整備され、戦国時代の物見やぐら風の展望台が建てられたが、その後、解体。ありがとうございます。